阿武隈省。船歌12月27日。2023年12月27日8時47分。立ち止まり、来たし方を振り返る年の瀬に似合う。八代亜紀さんの船歌。発表されて半世紀近く経つ。阿久悠さんの孤独な歌詞の世界には、冷たい北風がピューと吹き抜けている港町に暮らす酒飲みの歌だろう。お酒はぬるめのカンカンがいい、魚魚うは炙ったイカでいい、女は無口な人がいい。薄暗いバスへの小料理屋が目に浮かぶ。酒月を重ねるうち思い出がよぎる。そしてポロリと涙。過去への愛しさ、それとも後悔か。1981、昭和56年に公開された映画、エキステーションで、船歌は流れる。主役は刑事役の高倉健さん。海辺の飲み屋で、おかみおかみ役の倍賞千恵子さんとカウンターに並んで座る。指を絡ませる二人。大人の男女の小影が静かに交差する。日本シネマ史に残る名場面だ。倍賞さんは今でも、曲とともに撮影当時を思い出すという、ポツポツ飲めばポツポツと未練が胸に舞い戻る。本県沖に船出する人たちは今年、海に心残りを覚えただろう。異論付きの中、原発の水門が開いた。不器用で一途一途な県さんなら、悔しい思いは水に流せない、と嘆くか。ふるさとの宝がけがされぬよう、大企業の振る舞いを見つめ続ける。それが福島の船歌。2023.1227